外出自粛をしている。今日は珍しく土曜休みだったが、家で一日過ごすことにした。買い物にも行っていなくて、料理は諦めた。そして Uber Eats で弁当を頼むことにした。いろいろあるな。じゃあこの焼肉弁当にしよう。わかめスープもついてくるんだ。じゃあこれで、注文完了と。待つこと30分、到着の知らせが来た。あ、着いたみたい。受け取ってこよう。受け取りに行こうと外に出ると、こんな時期だからこそ人との接触を減らすために置き配というものをやっているようだった。弁当の下をよく見るとチラシのようなものが挟んであった。チラシではなかった。個人的に地べたに商品を置くのに抵抗がある配達員さんが下敷きを作って敷いてくれたのだった。そこには温かいメッセージが書いてありました。こんな時だけど優しさは伝わってきますね。